千歳くんはラムネ瓶の中、星さん。この漫画はクッソ激烈によくできた学園カーストがテーマの作品です。この漫画の主人公はド正論で学園カーストだったりこじらせた奴を煽ってくるスタイルのかまど炭治郎みたいな性格設定しているため、会う人にはハマりますし、会わない人はとことん反発する感じの非常にピーキーな性格設定しており、味方か敵しかいないタイプという性格が人を選ぶ部分です。ただ、ド正論説教キャラのかまど炭治郎もヒットしたので、うちらおまんじゅうの評価は星さんなので、学園カーストキングオブトップのイケメソで勉強ができてハーレム候補が二人いるそこそこ何でもできる人族の高校生のオスが主人公。そのオスは学園もので自分が主人公でハーレムする世界をガチで努力によって実現した努力家であり、自分の周りは学園カースト上位の運動部でエースのイケメソや、器用と気立ての良い JK で固めているという容姿端麗で学校という監獄で上手に泳ぎ回ることができる。主人公は学園カーストが大嫌いな中身30代のおっさんが男子高校生をしているような感じだし、2020年にヒットしたテーマや切り口であり、ラノベだったら本屋に平積みされている作品。タイトルから内容が推察しにくいのがやや難点。前半はスクールカーストクソだわー、でもそれが存在する以上上手に泳ぎ回るしかないわーという展開で、ここから、こじらせたコミュ障の引きこもりのオタクを構成するという余計なお世話なミッションが始まり、そのクソオタクにお前の行動は余計なお世話だよという感じからの GTO を始める漫画。このコミュ障のこじらせたオタクがいわゆるお前らというキャラ設定であり、もう一人の主人公。このオタクで学園カースト底辺で、コミュ障のお前らに対して学園カーストトップの主人公がマウンティングをしたり正論で論破する展開からこのお前らを信者化させて、学園カーストのここがクソというイベントをお前らな学園カースト底辺のコミュ障のオタクをフラグにすることで非常にお上手に学園カーストを書き切っている。とりわけこのお前らの性格矯正をしたり外に出るために買う服のコーチングをしたりと、主人公はお前らのメンター的役割を担っているので服を買いに行く服がないだったり、レベル1のクソ雑魚なめくじなので会話のやり方がわからない、という部分を丁寧に指導してくれているので、その手の教科書としても有用かもしれない。この漫画でも示唆されているが、人族というのは一定数マウンティングを取ったり、学園カースト至上主義みたいなクズ、相手の足を引っ張ることで自分が前に出たように錯覚するクズみたいな奴らが存在しそれのせいでグループの心理的安全性が低下するという部分をなんとなく表現できているし、幸福や自分の価値というものを絶対評価できない一部の奴らは、嫉妬したり他人の足を引っ張ったりすることでしかアドレナリンが出ないという麻薬中毒者みたいな社会の害悪なので是非もなしということをうまく描いている。コミュ障が学園カーストを脱出する方法だったりをメンターの主人公が物語を通して解説してくれるし、世の中に存在する学園カーストなる層をテーマにした大変現代らしい読み応えのある作品。おまんじゅう的には、2024年この漫画がすごい男編1くらいって感じの漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。